始めよう。先入観を捨て心を開くのだ。司令官は必要な力を見つけられたはずだ。我々も待ち受ける試練に向けて体制を整えねば。多くの者が危険にさらされている。時が経つにつれカルスは月のピラミッドへの影響力を強めている。つながりを断ち切るたびに残りのつながりが強くなる。ナイトメアの数は増えるばかりだ。じきにリヴァイアさんから溢れて太陽系中に広まってしまうかもしれない。ザバラは再び過去と向き合う覚悟を決めた。次の儀式に必要なエッセンスを集めリヴァイアさんで彼と合流するのだ。もう失敗は許されない。エリス、お前のファイアチームを危険にさらしたのは私だ。死なせたのは私の責任だ。落ち着けザバラ。責任を負うべきなのは私だ。それは今も変わらない。私の指揮下で命を落としたのであればそれは私の責任だ。その事実から目をそらすわけにはいかない。お前の苦しみは理解できる。自分のナイトメアに許しを請うことはできるが聞き入れてはくれないだろう。自分で自分を許すまでは。エリス、成功したら彼女はどうなる？それはわからない。すまない。彼はまだ私を解放することを恐れている。トラベラーはあなたたちを幾度となく蘇らせてきたわ。まさに終わりのない生贄よ。でも私はそうなりたくない。もう休ませて。どういうことだ？下腹部がこの変化に飲み込まれていくうちに一定の亜音速の信号を発し始めたぞ。これはカルスの仕業なのか？ピラミッド経由でな。リヴァイアさんの骨格を壊してどこかに移動させるつもりだ。彼もあなたたちの神と同じなようね。息子を殺した奴らの神と同じ。トラベラーは私の神ではない。骨は折れるほど強くなるなんて言うけどそんなのは嘘よ。むしろ脆くなるわ。トラベラーの下で人生をやり直すためにハキムは犠牲になったの。私はいつまであなたの弱点でいればいいの？ロックダウンが解除された。何が起こってもいいようにしっかり準備をしておくんだ。ザバラは亡霊にハキムの姿を重ねている。ガーディアン、あなた。ハキムに会いたい。目を閉じても見えるのは光だけだ。必死に思い出そうとしてもおぼろげで。私にもあの子の顔が見えるわ。青白くなった顔が、抗うことのできない恐怖と苦痛、そして虚無。私は一人きり。してくれ。幸福な永遠の眠りにつけたはずだというのに痛みを追い求めるなど、ガーディアンよ、なんと意味のない努力だろうか。ところでお前の司令官は、お前が利用しようとしているこの女の死を悼んでいるのか？かわいい奴を連れてこい。わしがその者に慈悲を与え、愛する者を取り戻す力を授けよう。そうすれば好きなだけ彼女と一緒にいることができる。わしは寛大なのだ。だがこれで終わりではない。お前にも同様の恩寿を与えよう。わしは永遠を授ける。求めるのは対価だけだ。先ほど特定したこの周波数は声によく似ている。ただピラミッドとリヴァイアさんの通信のせいでよく聞き取れない。亡霊とナイトメアの間で共鳴し暗黒との精神的なつながりを操っているのだ。
終わらせよう。共に生きた頃のことは忘れない。憎しみにとらわれるな。私は息子を殺した者を憎んでいる。その神も、それはあなたまで奪っていった。それはないだろう。好きに生きればいい。あなたにとって大事なのは自分の決断と任務だけ。増幅器を設置する。この先で合流だ。全増幅器の軌道を確認。隔絶はうまくいった。あとは分離するだけだ。ザバラの準備はできている。そっちは任せた。必ず勝利しよう。現地に到着。ハーベスターの準備を。任務が成功しても、あなたが望む平和は来ない。トラベラーへの忠誠心は戦争と死しか生み出さない。平和などない。トラベラーのためではない。これは君のためだ。あなたは両手で傷口を押さえている。そこから流れ出た血が指を伝い、今や全身血まみれだわ。私は諦めるべき時を知っていた。いつ血を洗い流せばいいのかも。あなたはガーディアン。トラベラーはその意志を実現するため、ザバラ司令官にどれだけの駒を犠牲にさせてきた。捨てられたら、あなたもフォールンのようになるの。ガーディアンはトラベラーのために戦うのではない。自ら道を切り開く。諦めるな。勇敢であれ。できることなら昔に戻りたい。君がこちらに来てくれるのでもいい。壊れた男と一緒に何をしろというの。もう一度癒す方法を教えてくれ。一緒にその傷が癒えるのを見守ろう。サフィー、私は今さら謝ったところでどうにもならないことは分かっている。だが本当にすまない。あなたのせいではないことを謝らなくてもいいのよ。ハキムはあなたの悲しむ姿なんて見たくないはずよ。きっと勇敢な父親の姿を望んでいた。私と同じように。ハキムは私にとっての誇りだった。だからこそ信頼して君のことを任せた。君は考えるきっかけをくれた。自分の信念についても。物言わぬ神の気まぐれを分析するの？いくら考えてもそれは塵となるだけ。必ず答えがあるとは限らない。もう忘れて休みなさい。昨日は疲れすぎて眠れなかった。今宵はサフィー、ハキム、夢の中で会おう。お前がそばにいてくれてよかった。ザバラは本当によくやった。後悔を乗り越えるのは生易しいことじゃない。これでピラミッドとリヴァイアさんに絡みついていた糸がまた一本ほどけた。だが次はもっと大きな試練が待ち構えているだろう。ナイトメアとして戻ってきたサフィアと会った時、私は怯えた。自分のしたことを明かされたくなかった。ハキムを助けるためにできる限りのことをした。今はそう思える。だが当時は罪悪感は重力のように現実に対する認識を歪ませる。ハキムの死は私の心に穴を開けた。そして私の部下が命を失うたび、それは広がっていった。サフィアはそれを分かっていた。ハキムの死で私がさらにガーディアンに固執するということも。彼女は私が世界の混乱を傍観できないと分かっていた。彼女自身もそうだったからだ。
リヴァイアさんでの戦いは終わった。だが、私にはわからない。正しい選択ができたのか。シティがしてきた正しい行いや、自分がその一員だったことに後悔はない。だが、そのために失ったものや、犠牲となったものを思うと。我々の精神は不死を想定していない。他のものと同じように、我々には永遠という言葉がある。その本当の意味を理解できないにもかかわらず、いつになれば満足できる。もう終わらせるべきなのかもしれない。よし、カルスと月のピラミッドとのつながりがまた一つ断たれた。最後の一撃を食らわせるまでもうすぐだ。だが、この成功を享受できない自分がいる。これはあまりにも簡単すぎはしないか。月のピラミッドとのつながりはあと残り一つなのに、カルスはほぼ無反応だ。まだ我々の気づいていない目論みがあるのだろう。間違いない。これだけ近づいてもまだ蜃気楼のように感じるのはひどく腹立たしい。最後のつながりを断ち、答えを見つけてやる。ひとまず今はリヴァイアさんの探索を続けろ。ごく小さな情報が状況を一変させるかもしれないからな。内なる悪に打ち勝つのは崇高な行いだ。それを成し遂げたカバルの英雄たちの物語はたくさん残されている。伝説として永遠に語り継がれるのだ。私は伝説になりたいわけではない、カイアトラ。もう手遅れだ。大いなるザバラ司令官の話はカバルの中でもすでに有名だ。ただ別の名で呼ばれているがな。それで何の用だ、女帝よ。別に公的な要件があるわけではない。ただの私的な会話だ。戦士同士のな。なるほど。私は命を失いかねない戦いを無数に経験してきた。勝つことも負けることもあった。だがこんな苦しい戦いは初めてだ。クローにも話したが、精神と心の中で繰り広げられる戦いは肉と骨がぶつかり合う戦いと同じぐらい残酷だ。我々は誰もが傷を持ち、勝利や敗北を知っている。誇り高く語る者もいれば、恥ずかしさのあまり天の下に隠してしまう者もいる。この戦いはお前の新たな人生そのものだ。お前はそれに勝利したのだ。戦いに勝ったという感覚はないな。ただとにかく疲れた。だがまだ生きている。